はい、皆さんチュース。というわけでね、はい、今回もね、ベイブレードバーストやっていきたいと思います。まあね、サムネ見てわかる通り、ドーンからの、ドーンそしてドーンはい、というわけでね、まあ、3つ買ってきました。はい、ちょっとね、予算がなくてね、ぶっちゃけアルタークロノスね、2個くらい買いたかったんですけれども、ちょっと、僕のね、お財布の中、今ちょっと厳しいということでね、はい、僕のお財布、お腹空いてます。まあ、じゃあ早速ね、開けていきましょう。ちょっとカット。やっぱりカットやめぴ。ですね、まあ今ね、彼女と撮っているんですけれども、まあね、こちらにいるんですよ、こちらにね。やめろ。やめろ。あと、ここテーブルやるとブレるから。よろしくね。うん、で、まあ、ベイブレードやってたんだよね、昔。昔ね。鉄の時、それともプラスチックの時。でも、全くない感じ。どっちだろう。小学生時代。うん、だったら、バク転ベイブレードかな。あ、うん、バク転シュートベイブレード自体ってことだね。それからいじってないと。全くいじってない。ってことはもうこれで入ってるのを初めて見た。うん、ね。もうね、じゃあ初心者の方向けでもあるということで今回ね、タイトルちょっと変えていこうか。もうやだもん。ちなみに名前どうする？名前。どうする？本名でいいのはいいんだけど。別にいい。本名でやってる人多いからね。瀬戸康史さんとかね、いろいろいますからね。じゃあいいの？名前呼ぶで大丈夫？いいよ。ちたずの他で呼ばれたら反応できるの。そうだね。はい、というわけで、じゃあ改めまして皆さん紹介ということで、翔子さんです。どうぞ。声ちっちゃいよ。ふざけんなもん。ふざけんなもん。というわけでね、まあ3つあるじゃん、3つ。この3つのパーツね。ねえ、ここの、まあ、出っ張りあるじゃん、ここ。わかる？うん。見える？メガネかけてないっていうね。それを、なんか、ここのくぼみが2つあるんだけど、うん。ここに合わせて、セットするのね。うん。それから、これを、はめて、回す。だけ。それだけで、完成。うん。OK! それでは早速、回していきましょう。これだ、どっち回しだったっけ？まあ、一回、まあ、これでいいんだね。俺今アタックにしてたかな。あ、ちなみにですね、まあ、ちゃんと紹介しなきゃね。このアルタークロノスというものはですね、レイヤーは時間の神クロノスモチーフということで、重心の偏りを変えることでバランスの整った持久モードと変重心の攻撃モードの2つにチェンジできるレイヤーとなっています。はい、なのでこのレイヤー1つでアタックにもなり持久にもできると。ですね、裏側がですねこんな感じになっていて、ここをいじることによってどっち回しだ、どっち回し、おう、回るね、回るね。でカチッと言うまで、カチッと言うまで回しましょう。ちょっと音ないかな、いきます。まあ、こんな感じで音になりますね。で、そうすると、ね、ちょっと待ってね、俺も今初めて触るからね。見えるかな、ここ、赤色になってると思います。ここね。この時が、何モード？この時が何モード？赤がアタックモードだね。で、こっちの頭がね、青色になる方は、まあ持久スタミナモードっていうことになりますね。まあこれだと重心が下に行くことによって上にね重心があるんですけど、まあそれで均等に重心があるということで、ちゃんと長く回ってくれると。でね、これもまあ皆様おなじみのトランスですね。はい、持久攻撃と2つのモードで、なのでこの2つがあるだけで4つ通りのカスタマイズができますね。はい、で、こちらは、なんだ、6と、M だね。ほう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 。回してみる？回せるかな？いつもはこういうのやってたんだよね。うん。こうやって横引きのね。横引きのね。そうだね。横引き、じゃあ、これでいいかな？やってみ？でもさ、うん、久々すぎてさ、絶対回らんと思うんだけど。うん、大丈夫、いけるぜ。いけない。いけるぜ。いけない。頑張ろう。君ならできる。君はやればできるから。できない。はい、行くぜ。3、2、1、ゴーシュー。
掛け声知ってるじゃん掛け声君知ってるやん知ってるよ、やってたからねしかもちゃんと打ったっていうね。しかも今ちょっと当たらなかったら大丈夫。うん、当たってない、当たらないようにやった。うん、打ちにくい、やっぱそっち。うーん、そういうもないかな、うちだってそんなん使ったことないよ。俺のこれやってみる。怖いな。ここをグッと握って、うん、後ろに引っ張る。後ろに引っ張る。そう、だから横に当たることはない。横の人に当たることはない。横の人に当たることはないね。そう、じゃあちょっとね、時給モードに切り替えて、で、上も時給になってる青色なので結構長く回ると思うんです。やってみよう。なんでうちこんなことしてるんだろう。やってみよう。楽しそうだね。楽しいぜ。何その子供扱い。じゃあ恥ずかしいよ。まあ、8、8だもんね。初めてだもんね。もう今、頭叩きたいと思った。はい、行きます。3、2、1、ゴーシュッ。ふーん、ふーんじゃねえ。違う、違和感。昔のだってこっちの方だったからさ、ね、横引きだったもんね。うん、めちゃくちゃ違和感がある。てなわけで、じゃあ早速戦いましょうか。ん、ね、ちゃんと回せることが確認できたということでね、どっちがいい。でもこっちの方がいい。こっち。うん、OK、じゃあちょっとね、まあちょっとだけね、ハンデとしてもう、うん、ハンデとしてロングワインダーというものを差し上げましょう。こちらですね、うん、そっちよりも引くのが長い。あーにゃ、見えるかな、ほらちょっとだけ長いんだよね。はい、それを使って私はメインのこれを使って戦いましょう。じゃあ俺はねアルタークロノス使うから、ショーコは俺のメインのベイブレード使っちゃっていいよ。わかんないよもう。どれでもいいよ。どれでもいいが一番困る。それで、うん、俺がこれ使って、うん、あの勝てるのかなっていう。どれがいいんだろう。まあ安定的に強いのこの2つ。うんうん、うん、でこいつらは最強って言われてるチート系。うん、うん、でこれは1個あのメルカリとかだと1万円する。うんうん、一番安いのはこれかな。あ、これかな。もう選んで。選ぶの。うち選べない。うち選べない。もうどんどん調子悪いのに。本当にどうするか。どれでもいいよ。だってまだ分からんもんね。じゃあまあ初代やってたんだよね。うん、じゃあこの初代これ知ってる。だな、あでもこれめっちゃ見覚えあるんだけど。あるはずだよ、だって、うん、昔のベイダーなんだそれ。うん、あとはあ、なんか持ってたかも。持ってたの。ドライガー扱いでした。いやもうなんか無造作だよね。とりあえずみんなでやってた時にあったかもこれ。じゃあこれはちょっと金色だけど普通は白。あた、白だったら知ってると思う。でしょ。うん、あのシール貼ってないのあるんだけどさ。うん、知ってる。知ってるだよね、これ知らなきゃメインやってない人だよ。だよね。うん、じゃあどうする、これ使う。じゃあそっち使う。もう黄金の黄金の、うん、それ使います。じゃあ使おうかな。ほうほう、何。いや、それを選択したのが面白いよ。それを打つときは、うん、まあ普通はさ、こうやって平行で打つじゃん。うん、ちょっとだけ並んで、ちょっとだけ斜めね。前に、前に、そう、前にちょっと、うん、懐かしいな。で、つけた時に、うん、片方だけ引っかかったっけ、落ちっこ、ね、出っ張りがあるんだよね。うん、ちょっと皆様も初心者の人見てると思うので、ここにね、少し出っ張りがあるんですよ。ここら辺はスーッと滑らかなんだけど、ここだけポコッとしてるんだよね。で、そこに、まずその、スーッとなってる部分に、ランチを入れて、回す。回した。そうすると外れない。久しぶりすぎたら、ここも回せる。そう、逆時計回りに回す。で、ガリガリってなってたらダメ。クッてなるから。逆時計回りだよ。それ時計回り。大丈夫。もうね、残念。はまんないっていうね、うち。
もう頑張って。あ、そうだよ、そうだよ、それはまんねえよ、それはまんねえよ、そうだよ、ごめんな、うん、ごめん、うん、それは俺のミスだ、うん、すまない、うん、これになる、ほんと行きづらい方にね、頑張ろう、待ってね、待ってね、うん、待ってね、あるんだよ、ほんとね、どこ行ったかな、あったあった、まだ未開封っていうね、未開封使っていいの、いいよ、これならできます、どっちいる、こうか、なるほど、抜きのはずだっけ、あれロック外れてね、オッケー、はい、おつねよ、よーし、ガーンと落とせばいいでしょ、違うよ、で、斜めね、うん、こうね、うん、いくよ、3、2、1、ゴーッ、もう、まあ、俺がそっち使った方がいいかな、うん、ちね、苦手だわ、本当に苦手なの、いや、面白かったんだけどね、面白いよ、じゃあ、こっち使ってみようか、うん、それを使うんだったら、これの方がいい、もうね、今のやつわかんない、わかんない、うん、歳なんかな、年？俺より1個上だろ、ただそんだけだろ、いきます、3、2、1、ゴーシュ、めっちゃ弱えな、おーい、めっちゃ強えな、なんだよその回転力なんかすげえ手加減されて負けましたみたいな感じになってるよ、アルタイクロス強くない、何その低速シュートやばくない、いや、あ、引くタイミングずれると思ったもん思ったよ、引いた時にね、うん、引いた時にあ、ずれるって思ったけどね、うん、まあいいかと思って、ワンロックも外れてるんだけど、強っ、はい、もう久々すぎて慣れない、慣れない、慣れない、君の肌にゴーシュー、何も3、2、1、ゴーシュー、おー、きた、あー、回っちゃった、これは19負けしますね、なんならアタック同士やってみるか、うん、うん、分かった、ごめん、ごめん、ごめん、でもこうやって見ると懐かしいな、懐かしいやろ、うん、楽しいやろ、うん、ニコニコするやろ、うん、負けた、ちょっと待ってね、ロックは外れてない、どっちも外れてない、じゃあちょっと攻撃に変えますね、てかね、ロックもね、なかなかね、ロックの山もね、なかなかね、結構ありまして、ポルス以上に硬いですね、よし、じゃあアタックタイプで、軸先もアタックタイプにチェンジで、早速やっていきましょうかね、はい、こいつ今度暴れるからね、じゃあ俺はもう平面シュートでいくぜ、もうぶつかり合おうぜ、さあどっちが勝つか、3、2、1、ゴーッ、ほー、ごめんなさい、もう止めなかった、え、今なんて言った、あ、止めたって言った、じゃあ止めれんかったって言ったの、あ、止めれんかったって言ったのねあ、止めたって聞こえたらさ、手から離れてるからびっくりしたの、違う、止めれんかったって言ったのおお、これ絶対後でぶたれるボタンちょっとね、そうだろうね、いくよ、3、2、1、ゴーッ、あ、ずれた、なんでやねん外れんかったっていう不思議なオチ、やっとね、多分ね、ロックが外れてるんだね、あーね、うん、ロック外れてた、うーん、ジロックとかわからん、あ、そっか、ロックも後で説明しよう、うん、説明しよう、このベイブレードにはロックというものがついている、もうね、うん、あのね、いきなりはきついわ、あらかじめ教えて、今今じゃなくって3、2、1、ゴーッ、外に出る、外に出ん、もう分かった、やめて、あ、止めちゃった、止めちゃった、今のお手でね、ワンロック、待って、うんいいよ、あらかじめ教えてくれないと、うちはね、知識がないからね、あるかもしれない、ちょっとこれも使ってみるか、今
テーテレテー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 テレテー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 まあ、安定で重りだよね、みんなね。まあ、それか、シュートするときの、角度を見ればあれかな。多分、どっちかつけてもらう。邪魔くせえな。邪魔くせえな、ここ。邪魔だな。だいぶ、合う。あれ今思ったんだけどさ、ここと変わんねえってことか。ね、ここと変わんないから、ここだけ変わってるだけだから、ここを赤にチェンジすることも可能と。ほうほうほう。まあ、いや、早速やっていきましょうか。はい、3、2、1、ゴー。なんか紙が入ってきた。どっからあれ、最初からあった？わかんない。いや、これめっちゃ引きにくいんだけど。あ、やめて。あやばいね、今さ、もう何分くらい撮ってるかわかんないけどさ、まともに戦えてるくね。うん、うちだけ久々だしな、しょうがない。オッケー、じゃあね、スタールセイバー。カズキのエアリアルラッシュで一回ね、こいつね、リアルバーストしてるし、あと他にもね、リアルバーストしてるので、こいつ3代目です。3個目、もうストックないから。こいつ壊れたら俺も泣いちゃうから。いきます。3、2、1、ゴース。やけ、まだいける、まだいける。まだ間に合う。まだいける。まだ助かる。まだガスかる。おお、超後出ししたにもかかわらず、アルターコロムス耐えている。だが、しかし、時給は。ごめんね、後出しだからね。勝つ気しないよね。もう一回やろう。ちょっと待って、かし。はい、アタックになってるから時給にし、あ、じゃあアタックにしてちょっとスターセイバーっぽいことしよう。こっちは軸先を時給にする。だからこれにすることによってスターセイバーと同等に戦える多分システムになってると思うので、中心で戦うと思います。やっていきましょう。いきます。3、2、1、ゴーシュ。おい、アルタクロム強っ。うえー、やばっ。あと言うともう楽しくない？うん、楽しい。出る？うん、せやる？うん、もう今とりあえず楽しいより懐かしいが大きいそうだね。うん、でもさ、まあベイブレードバーストということもあってですね、まあ今のボカーンってなったよね、笑けたね、うんうん、それをバーストって言うんだけど、まあ普通さ、追い出していって、うん、止まったら1点だったじゃん。うんうん、ばらけたら2点。そう。で、2点ポイント待ち同士で戦う時があって、うん、1点取られても、相手をボカンってやれば、あ、そうだね。そう、1回で勝てるんだよ。だそういう楽しさがある。うん、おー、何にやけてんだよ、楽しいだろ。もう、今でいいの。ニヤニヤしてんな。じゃあね、スターセイバーが負けてしまったということで、裏スターセイバー、やっていきたいと思います。グラビティループ行くぜ。さあ、アルタークロノスかかってこい。あ、忘れた。ポロリポロリ。あ、やったと思ったよ。ハマったと思ったんだけどな。みんな、起きたのはこういうことだね。うん、こういうことが起きた。言わんといても嫌になるわ。女子のポロリだ。あ、やべ、後で引っ張れんな、これ。うん、楽しみにしてね。よろしくしてね。3、2、1、ゴー。いたー緊張だ、あまり。あとあとしばかれる。そうだよね。てかちゃんと回せてるよね。うん、なんなら俺よりちゃんと回してるよ。いや、そんな気はしてないけどね。どっか外れたりな。うん、うん、分かんない。あ、外れてない。拾うのうまいな。ゴムスメの分際なんやってなんやって今なんて言った。いや、なんでもないっす。大丈夫。なんでもない。本当に本当大丈夫。うん、
はい。怖え。3、2、1、ゴー。さあ、どうだ。ブラッシュアップ、バーイ。口ほどにもないな。あ、なんかイラってするな。もう一回やる？うん。なんか若干今のセリフにイラってする。楽しいな。楽しいけどね、もう本当にね。ちょっと待って。ん？うんうん。変えてもいいので、さっきなんか変えられる。アタックにしてもいいし、2球にしてもいい。今、まあ上がアタック、うん、下が10球になってる。いやいや、もうこのままでいい。そのままでいい？うん。ワンロック。あとでいろいろ手取り足取り腰取り教えて。拒否する。拒否する。まめないよね。拒否する。もう一度言うよ。拒否する。もうしつこい。いくよ、うん、3、2、1、ゴー。いけ。おらおら、よっしゃー。いたー。何がどうなった今。まあ俺が、まあ、倒したけど、はい、うん、屍に当たって死んだ。楽しくない？楽しいよ。楽しいよ。だからそんな顔で見るなって怖いわ。いやいや、分かっててやってるでしょ。だってね。うん。よし、じゃあ次はゴッドバルギリー、ヘビー覚醒バリアム。組み立て方わかる？多分ヘブン。え、それちょっとカメラに見せて今の。やだ。今の見せて。どうだっけ、わかんない、覚えてないんだよな。逆か。この出っ張り2つあるでしょ。この出っ張り、うん、ね、この出っ張りをこのくぼみあるでしょ。うん、ね、はめるのね。そうそうそう、さっき君やったのはこれだから。うるさい。もう後で本当にビンタする。もう言っとく、ビンタするよ。やめて。楽しみでしょ。楽しみだよ。うん、今まで手を挙げたことはないけど。あ、でもね、グッとやって、グリッとグッとやるの。そう、あの、実名めっちゃ邪魔なんだけど。簡単なやり方だと、うん、まあさ、これバネがあるじゃん、うん、で、ブインブインってなるじゃん、うん、だから、こっちを手に持って、なんだっけ、2番。ゴミは持たなくていいんだよ、みんな。で、まあここね、くぼみにはめた状態で、うん、で、手に持つね。で、押し付けて、回す。で、噛む。ふん。で、システムはそのままでいいんだよね。うん。オッケー。かかってこい。行くぜ。なんかいちいちムカつくなぁ。大丈夫？うん。いくよ。3、2、1、ゴース。ジェットシュート。よし、いいぞ。あー、もう回転力ない。あっ、だいだいだい、なかなか防御力硬いな。縮小。やるじゃないか。能力。次。マットミノボロス。これで最後にしようかな。うん、いや待って、これでまあ一回勝負つけて、ちょっとスターセイバーでちょっともう一回勝ちたいなと。大丈夫？うん。おい、いつの間につけたね。え？ね。うん。触れるとプレッシャーでつけられないみたいな。分かった。手挙げないで。あれ、気持ちいいからなっちゃう。もううるさい。いいよ、うん、3、2、1、ゴー。いけいけ、はい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 、いいよ、アタックはいいよ、いいタッチ、いいタッチ、おい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 、地味。じゃあ最後スターセイバー、さっきね負けましたけれどもね、こいつね、こいつ先ほど負けましたが、次は勝つ。メインのランチャーを使って
タイムゼロリバースを使っていきます。いきます。3、2、1、ゴー。わーい、いいじゃん。